アーザーディ広場はイランの首都テヘランにある広場である。アーザーディ広場の全面積は約5万平方メートルに終焉地域を合わせたものであり、テヘラン市内では最大イラン国内でもイスファハーンのイマーム広場に次ぐ2番目に大きい広場である。広場の中央には全高45メートルのアーザーディタワーが建設されている。この広場はイラン革命以前は シャーヤード広場と呼ばれており、1979年12月12日に、橋を発するイラン革命のデモの舞台となった。アーザーリー広場は、緑の革命中反対者によるデモが多く行われる場所ともなった。北口、モハンマドアリー・ジェナーフ高速道路西口、キャラジマフスース幹線道路南西口、メヘラーバード国際空港入港道路南口、 サーエディ高速道路東口、アーザーディ通り公共交通機関、テヘライ高速バス1番線、メーダーネアーザーディ地下鉄駅。ありがとうございます。